どうも。さあ、前回はドラクエ、見事ね、10回かな、10回目で、ドラクエもね、久しぶりにクリアしまして、今日からね、また新しいゲームやっていきたいと思います。で、今日からやるゲームは、初見プレイ。完全初見プレイね。まあ、いつも通り、まあ、だいぶ買ったの前なんだけど、買った時に動作チェックで、まあ、中古でね、買ったので、動作チェックで、ちょこっと起動してみたぐらいで、それ以外は、わかりません。ということでね、今日から新しいゲームやっていきたいと思います。今回はね、前回、今日やるゲームのヒントを出せなかったので、まあ、急遽ね、まあ、決めたんだけど、まあ、面白そう。ちょっと変わったゲームなのかな？あんまり見ないような感じのね、ゲームだけども、なんか面白そうだったので、可愛い系のゲームかな。ちょっとやってみたいと思います。ということで早速ね、今日からやるゲーム起動してみたいと思います。では今日からやるゲームはこちらでーす。ということでね、今日からやるゲーム、このゲームキューブのチビロボっていうのをやってみたいと思います。いやー、ロボット、小さいロボットね、もちろんチビのロボット。これ今の後ろのこのコンセントというかね、プラグを持ってるのが主人公のチビロボみたいなんだけど、可愛いよね。もうこの時点で可愛い。ちゃんと映ってるかな？止まってる？ニコ生止まってるかな？大丈夫かな？あ、よかった、ニコ生止まってたかな。びっくりびっくり。まあ、このねゲームキューブのチビロボ今日からやってみたいと思います。で、まあ、ストーリーがあって、まずは、まあ、チビロボがサンダースン家っていう、サンダースン一家。サンダースンさんのお家に、チビロボがやってくると。で、身長が10センチだと。かなりちっちゃいね、チビロボ。で、空飛ぶロボット、トンビーにアドバイスをもらいながら、家族を幸せにするため、お手伝いをするのですと。ということで、今のチビロボの後ろというかね、ついてた、ちっちゃいのがトンビーだよね。きっと。プロペラ回ってるのがトンビーと。で、ハッピーポイントとマネ。マネってのはお金らしいんだけど、を貯めてチビロボランキング1位になるとスーパーチビロボになれるらしいのですがと。だからその、チビロボランキングで1位を目指すってことだよね。ハッピーポイントとマネ。貯めるってことで、まあ、お手伝いして貯めるってことなのかな。詳しくは分かんないけど、初見プレイなんでね。まあ、頑張ってみたいと思います。ちゃんと映ってるかな？ OK だね。さて、やってみましょう。早速ね、チビロボ、初見プレイ。かわいいね。
とりあえずスーパーチビロボになればいいってことだよね。と、まずオプションからだ。この下のこの兵士みたいなのは何なんだろうね。振動するサウンド、これだけか。オプションシンプルだね。振動するかしないか、ステレオかモノラルかかだけか。シンプル。さ、久しぶりのねゲームキューブ実況でも、まあゲームキューブ自体ねほぼやったことがないんだけど、実況でもピクミン、初代のピクミンかな、かなり前にやった時以来のゲームキューブ、ちょっとね久しぶりなので楽しみ、楽しみがある、楽しみがあるじゃない、期待がね膨らむ、楽しみがあるって楽しみだね。これはサンダースン家ってことだろうね。サンダースン一家。ハッピーバースデージェニーと。で、こう説明書によると、ジェニーってのはカエル語しか話せない女の子だとかって。で、左がお母さんね。はい、これ、ママからのプレゼントのお帽子よと。今日はジェニーの誕生日か。で、ワンちゃんもいるんだ、このダルメシアンみたいな。かわいいね。あそこに被せるの。そこに被せるんだ。この辺がちょっと独特の感じだね。こうカエルの。あんま気にならない。どうしたのジェニーと。どうしたの、あ、嫌なの、もう8歳なんだからちゃんとしたお帽子をかぶりなさいと。カエルじゃなく、ケロケロって。本当にカエル語なんだ。ジェニー行ったら、かわいいね、この辺でも。ワンワンと。おお、タオからもプレゼントあるのかと。この犬がタオか。で、このパパね、右がパパね。骨？骨か、やっぱり。ワンちゃん骨だよね。ワンと。お、タオもなかなかやるなと。ケロケロと。独特の感じ、この感じね。最初からも独特。さて次はパパの番だな。さあみんなからプレゼントあるんだ。パパのはすっごいぞ。嘘ばっかり。お、なんか大きいの来た。あ、なんだこの炊飯器みたいな大きいの。パパったら生活費が厳しいのにそんなと。ちょっと大盤振る舞いしすぎちゃったね。ジェニーが欲しいって言ったんだよなと。ケロそんなこと言って自分が欲しかっただけでしょうと。そんなに怒らないでよ、もう知らないわと。パパと一緒に遊ぼうなと。そうか、パパも欲しかったし、まあ、ジェニーちゃんもね欲しいと言ってた。これがチビロボってことか。ケロと、あ、ケロじゃなくてゲロになって今度。ワンワンと。このメッセージの最後のさ、こう点滅してるのも電源のプラグだから可愛いよね。あ、トンビーか。コーン可愛いね。チビロボさんそろそろ出番ですと。なんかピングーみたいな声だねこのトンビーは。そろそろ起動させちゃうと。結構ノリがいいねお父さんね、やっぱりこのド派手な服着てるし。ケロケロと。さあみんなね期待してる。スイッチオン。お、そこにいろんな料理、チキンとかね、いろんな料理もあるね。誕生日が盛大に。おっと、蒸気が出て。お、タラップが降りてきた、階段がね。あ、チビロボ来た。チビロボこれか。10センチね。なんか生かした音楽で出てくるね。来た。いいぞチビロボ、いいぞ。お母さんがなんか困った顔してる。皆さんはじめまして。はじめまして。ケロロ。
をみんな挨拶してる。皆様をハッピーにするためにやってまいりましたと、トンビが説明してくれんだ。チビロボも可愛いね、このなんか、金属のね、こう、キラキラした感じも。私、トンビーじゃなかった。チビロボさんでございます。うほほーい。なんてお父さんノリがね、パパ。ケロローンと女の子も喜んでる。で、ワンちゃんもワンワンと。あ、ひょっとしてバースデーパーティーの真っ最中ですか？そうでーす。めちゃくちゃノリ明るいね、これね。ちゃんと動いてる？ OK だね。そうでーすと。まずいですよ、ちびろうさん。お誕生日なのに手ぶらで来てしまいました。そうだね。プレゼントがないじゃないね、この二人だけ。何かプレゼントになるものを探さないと。あ、花？バラか。トゲがあるか、バラっぽいね。ちびロボさん、あのお花はどうですか？あ、こういうことか。OK か、ダメかってことね。OK でしょう。花をじゃあ一輪あげましょう。それではちびロボさんよろしくお願いしますと。なるほど。で、説明書に、なんかびっくりまくった。説明書によると、まあ普通のね、ゲームキューブ、左側のスティックで移動ができると。で、右側のちっちゃいスティックがあるんだけど、そこでカメラのね、角度変えたり、ズームしたりできるっていう書いてあったな。これか。上下でズームしたり、拡大したりね。こう引きになったりできて、右のスティックね、左右でカメラの角度を変えられると。で、なんだっけ、 Z ボタンか、 Z ボタンだとなんかあれ視点ができるって書いてあったけど、チビロボ視点でね見れると。あと上からの視点もできる。今書いてないんだね。今できないんだ。で、左側の下のやつがね、説明書によると一番上がその今のハッピーポイントで、その下がなんだっけ、ジャンク、あ、違う、なんだっけ、コインかな。で、一番下がなんか、なんだかパーツを作るためのジャンクパーツの数らしいんだよね。それを増やしていくと。で、あと、X ボタンでメニュー画面ね。今、チビコプターっていうのがある。これつけてみるか。A ボタンでつける。で、Y ボタンが、そこ Y ボタンが、あれね、このチビロボの視点で見れると。だからより近くで見れると。まあ、チキンがあったり、ジュースがあったり、バラの花があったり、ケーキね、誕生日ケーキがあったり。ここは二人ともいるね、お母さんと。お母さんちょっともう隠れちゃったけど、ケーキで。こう見えてると、チビロボでね。で、こうなんかこう、お酒なんかな、ジュースなんかな、炭酸のね、あって。で、ここにコインあるじゃん。チビロボの形してるんだ、このケースもね。かわいいな、これ。とりあえず、あれ取ろうよ、じゃあ。角度を変えて、スティック、右スティックで角度を変えて、OK。あ、これで溜まったのね。かわいいね、このプロペラもかわいいね。かわいい。びっくりマーク？ん？あ、閉まるのか。閉まった上で A ボタンってことか。ママさんの手作りケーキですね、と。チビロボさんはどうせ食べられませんよと。ロボットだから。あ、余計なことをすみませんと。あ、今のように物に触ってびっくりマークが出たら A ボタンを押してみてくださいね。何か出るってことか。こっちはチキンか。チビロボさん、まずは花瓶の横のお皿に乗ってみてはいかがでしょうかと。物に登りたいときは左側のスティックを登りたい方向に倒し続けてくださいねと。なるほど。で、あそこもコインがあるけど取れないの？こうなんかなる。まったくパパの無駄遣いには呆れるわ。だからね、このパパね、仕事をしてないっていう設定で、それでね、ママが
家計を気にしててね、ちょっとピリピリしてるけども、のんきなお父さんとね、あとはこの娘のね、ケロケロワット帰り後しか話せないと。でワンちゃんワンワンと、これだけか。とりあえずじゃあ、危ない危ない、これいいやろか。この視点も可愛い、なんか全てが可愛いね、もうこの時点皿に乗るってことか。はい、乗った。でち、おー可愛い、乗った。そっかそっか、スティックをそっちの方向に向ければいいだけね。かっこええ、かっこええと興奮してるパパが。ジェニー、ケロロ、これ取ればいいのか。花を A ボタン、はい取った。バラのお花で、おおそこにしまうの。むむむ、どうした。むっぴょきゃっこええ何か、むっぴょきゃっこええ初めてこのむっぴょがすごいね、すごいかっこいいってことだろうね。むっぴょきゃっこええ、すごい。そうだね、あそこに花入るんだ、あの中に入れ、かっこいい。ちびロボさん、ちびロボさん、ちびコプターを使ってみてくださいよ。ちびコプターとはちびロボさんが装備できるちびメカの一つで、上昇こそはできません。あ、上に上がることはできないけど、なんと、どんな高いところからでも無傷で降りられる優れものなんですと。X ボタンを押すと装備メニューが開きますと。さっきやったね。左スティックの左右でちびコプターを選んで A ボタンで装備できますよと。そうだね、これ2段になってていろいろ手に入るって言ったもんね。変身もでき、下の段が変身の段って書いてあったかな、説明書に。さらに A ボタンを押すとわずかですが水平に飛ぶこともできるんです。あ、なるほど。じゃあ下にゆっくり落ちるだけじゃなくて、真横だったら多少飛べると。ちょっとした隙間を飛び越えたり、高いところから降りたいときはぜひぜひにすごい押してくる、すごい推薦してくる、押してくる。ちびコプターを使ってくださいねと。ちびコプターをしまいたくなったら B ボタンでいつでもしまえますからと。さっきやったね。なるほど。このあれ視点でやってみる。あ、この視点でできないんだ。ここで、あ、つけた。ここは動けないのか。この視点は見るだけね、動けないのね。なるほど。 A ボタン、はい、A ボタンで、ああ、なるほど。そっか、こう、ちゃんと、地面についてるときに A ボタンを押すと、少し飛べるというか、ね、その場で水平に、真横に移動ができると。ほんのちょっとだけだね。この距離だけか。落ちちゃうね。なるほど。まあいいや。で、右スティックで角度を変えて、じゃあ、ジェニーに上げましょう。あ、これ、閉まなきゃいけないのか。B ボタン閉まう。ケケロ。ちびロボさん、ちびロボさん、ジェニーさんにバラのお花をプレゼントしましょうよ。そうだ、今撮ったから丸。そうね、このクイズ番組みたいな、丸×みたいな。バラのお花、お、出てきた。はい、プレゼント、ケロケケケロケケロンロンこれでハッピーポイント、幸せってことかな。幸せになったから20ハッピーゲットです。120マネゲットしました。このちょ、あ、そうだ、そのさっきの左下のやつは2番目はマネね。マネも貯めないとチビロブランキングが1位にならないと。この調子でハッピーハッピーです。そうやって皆さんに喜んでいただくとハッピーポイントとマネが貯まるんですよと。ハッピーポイントを貯めるとチビロブランキングが上がるから、1位目指してレッツラゴーですと。レッツラゴーもすごいね。ママプレゼントも渡したし、そろそろろうそくを消そうよ。かわいいね、このクマちゃんのケーキ。あ、はいはいと。せーの、お、消した。さあ、おめでとう、おめでとうと。さあ、みんな拍手でジェニーちゃんの誕生日が終わると。なるほど。
そしてパーティーは続き、夜になりました。あ、これも可愛いね、下の動いてるやつ。お疲れ様でした、ちびロボさん。少し緊張してましたが、初めてとは思えない身のこなしでしたよ。これからもサンダースン家のお役に立ちましょうね、と。それでは、溜まったハッピーを生産しましょう、と。ちびロボランキングは、10万から78万4199位になりましたと。まだまだだね。次のボーナスバッテリーまであと60ハッピーですよ。これからたくさんハッピーをもらってチビロボランキング1位を目指しましょう。チビロボランキング1位になったら、なんと、スーパーチビロボにバージョンアップと。これも説明書に書いてあったね。私、トンピーもチビロボさんのお力になれるよう、今後とも頑張ります。ペコリと。あ、ところでチビロボさんセーブしておきます。しておきます。丸。今、リビングなので。OK。家の中のコンセントならどこでもセーブできますが、ハッピーの生産ができるのはチビロボハウス内だけですので、お忘れなくと。あ、さっきのチビロボの家っていうか、入り、ケースの中だけなんだ。セーブはどこでもできると。なるほど。じゃ、溜まったのを使うのはってことね。レッツラゴー。おー、すごい。クラッカー出た。で、こ、あー、繋がってんだ。かわいいね。コンセント繋がってんだ。充電してるってことだよね。X ダメか。ああ、と、まだまだ待って待って。A ボタン取っちゃった。もう一回刺そうよ。まだでしょ。チビロボランキングは78万。です。の、胃のままですよ。と。次のボーナスバッテリーまでは、あと60ハッピーですよ。と。セーブはとりあえずさっきしたからいいや。とか、これコンセント刺すともう一回セーブされるのね。ちょっと、もうちょっと充電したいけどな。早速充電なんだ。で、ここは、チビロボの、ね、目線になれないのと、角度だけ変えられるんだね。右のスティックでね。さっきの上にプロペラ回ってて、さっきも回ってたもんね、プロペラってか、ファンかな。換気扇かなんか、冷却のね、冷やすための。で、これいつになったらさ、充電。スタートだっけ？スタートかなんか充電見れるって説明書書いてあったな。スタートアイテムと、ハッピーシールっていうのも溜まると。今後ね。いろいろ模様が書いてあるね。ひよこみたいなのとか。いろいろ、トンピーみたいなのもあるし。なんかいろいろあるな。これから溜まると。で、コントローラーは使い方だよね。そうそう。L ボタンで後ろのカメラも見れると。で、R ボタンで、と、上からのね、目線が見れると。真上から、上空からのね。ステータス。まあ今のやつか。今の順位だよね。チビロボランキング。で、ハッピーポイント今溜まったやつ。で、お金。あと、ジャンクパーツね。この右のが、大きいのがスーパーチビロボなんかな。スーパーチビロボになってもまたいろいろできるってことか。今相手はなしと。どこでさ、あれ見れんの？充電外すときしか充電見れないの？一回しょうがないか。満タンか。今満タンってことか。バツでしまえる？しまえない。あ、クラッカー。クラッカーのクズ。チビロボさん、ゴミはゴミ箱へ。なるほど、あそこゴミ箱にもなるんだ。入れ物でもあるし。これも取れる？ A ボタンで、OK、OK。なるほど、この、コンセントのやつは、また出ちゃった。A ボタンで、
コンセントね。これはしまえないんだ。これ A ボタンで通る。B ボタンで置くことはできると。ただ線があるからあんまり、ああ、いけるわけ。これ引きずれるわけね。なるほど。なるほど。一応持ちますか。ようこそチビパソへ。これも見たな。ショップか。オンラインショップ。タイマー5。で、今結構あるんですけど。全部買った方がいいのかな。まあ、とりあえずいいや。ジャンクマシーン。ジャンクパーツ集めると、リビングアッパーっていうのがまず 300g で買えると。なるほど。今、ジャンクパーツ1個もないからね。なるほど。ショップってことで、またのご来店をお待ちしています。なるほど。で、こっち行く？こっちは？なんと、チビロボさん専用のサポートマシン、レチッカーズくんがここから出てくるんですと。トンピ以外もサポートしてくれんだ。レチッカーズ、ジャンクがあればチビパソで作れるんですけどと。この家にジャンクはあるんでしょうか。なるほど。行く。じゃあ行くか。リビングで今ね。あ、みんな誕生日終わって寝ちゃってるわ。パパがソファーでカウチで寝てる。あー、パパさん。はしゃぎすぎでダウンしちゃってるみたいですね。あ、チビロボさん画面上を見てください。そのマークが太陽なら昼で、月なら夜なんですと。これも説明書に書いてあったね。で、左上が時間だったかな。1分で1時間進むみたいな話だったね。説明書に書いてあった。で、今5っていうのは5時ってことね。朝の5時かな。それ、夜の5時か。月だから。この三日月ね、夜の5時。今は月なので夜ですね、と。これからハッピーため、おっと、レッツラゴー。ちょっと今早かったな。レッツラゴーと。なるほど。バッテリーもなくなっちゃうから早くしな。なんかいた。なんか今もし、今日もベベはキッチンからリビングに顔を出したままですと。なんかすごいのがいる。タオさんの放置プレイですと。タオってあのワンちゃんだよね。こうガラガラヘビみたいなすごいね、色が。いつもはいいようにもてあそばれてるのに。って。でもおかげさまで夜は ギッチョマンさんのパトロールが丸見えなのですと。ギッチョマンは何なの。で、なんか、こう人間が動いてないとき、寝てるときとかにおもちゃが動き出すって説明書に書いてあったな。見えすぎちゃって困ります。と。恋のパトロールですか？なんて、なんか一人で言ってるな。お。ドビクってベベの日記を盗み見るなんてこの不届き者をと勝手になんか怒っちゃったね。すごい隙間から出てきてる。あなたは何の騒ぎですか？おトンピやってきた。おもちゃが話した。これおもちゃなんだ。あら珍しいのですか？この家では当たり前なんですよと。なんかトイストーリーみたいだね。人がいない時におもちゃが動き出して喋り出すと。そうなんですか。それじゃあ他にもいるんですね。ところでこちらはチビロボさんです。私はトンピですと。ご挨拶。私はベベと申しますと。めちゃくちゃ礼儀正しいね、ベベちゃん。どうぞよろしくですと。軽いな、トンピ。日記を書いていたのですが覗かれたのではと思ってびっくりしました。なるほど、チビロボさんは小さいから気がつきにくいですもんね。ともかく驚かせてしまったなら私から謝ります。いえ、ベベのギッチョマンさんへの恋心がバレていないのなら問題ないのですと。そのギッチョマンもおもちゃなのかな。ところでなぜトンピーさんが謝るのですかと。変。これもジャーマネの仕事です。ジャーマネ。ジャーマネのギロッポンのスンダーさんのスンダーさんちのね。
業界用語だな、ジャーマネですかと。初めて聞きました、これは日記にしたためなくては。おお、すぐ書くね。ま、マイペースな方ですね。私はこれで戻りますね、と。ジャーマネのね。で、バッテリーがさ、なくなる。気をつけよ、これ。ジャーマネ。初めて聞く言葉ですが、大人な響きです。なんだかとっても親密そうな二人でした。あ、チビロボとトンピーね。よく書くなる、この触覚でね。可愛い子のペンも、蝶の。模様がついたペン。それはさておき、キッチョマンさんは今日もパトロールです。ベベの目の前でキッチョマン決めポーズなんかされたら、ベベ恥ずかしさのあまりここにはいられなくなります。かっこよすぎて、キャハッ。またバレてるよ。ああ。あ、もしかして盗み見してました？いいえ。秘密の乙女日記なのですから見ないでくださいね。なるほど。ちょっとバッテリーが厳しいね。これ上からね。Z ボタンで上から見れるってやつね。今キッチン。え、キッチン今ちゃう。今キッチンの前にいるってことか。で、玄関ね、エントランスと、あと裏庭があると。で、コンセントがそこにありますよと。で、あ、これは R ボタンか。で、L ボタンが後ろが見れるっていうのは。どういうこと？あ、こう見れるってことね。で、Z ボタンで、この、今の。ちょっと早いな。結構大変なの。結構忙しいゲームか、もしかして。これ、なんでこれ？取ろうよ。紙くず。ちびロボさん、ゴミ箱へと。これ、いいことしたってこと？ハッピーポイント？このまま歩けないんだ。チビロボの目線だと歩けないのね。なるほど。今の Y ボタンね。ちょっとゴミ片付けますか。A ボタン。OK。片付けていく。で、あ、なるほど。このチビロボホームも電気必要なね、やっぱり。基本的にこのコンセント。プラグを引きずっていくわけか。これは？クッキーのかけら、食べかすか。うん。ちびロボさん、ゴミ箱へと。なるほど、このちっちゃいちびロボが、頑張っていくわけね。これも紙くずか。OK。少し、お、なんか、まんばたきしてる。ただ、とりあえず、ゴミ掃除しますか。ここは登れないのね。どっからか、なんか、さっきなんか登れそうな、綱に、ロープになってそうなとこあったからね。どんどんバッテリーがなくなっていくのは結構、忙しいね。君はこっちも喋れないのかな？ダメか。おお、何？なるほど。おお。なるほど。引けんのね。A で。待って、そうじゃない。ちょっと置いて。登れないのか、これは。あ、こう引いたり。A でね、A 押しながら、スティック、左スティックでこう、引いたり押したりできるんだ。なるほど。かわいいな。チビロボ。あ、ワンちゃんの足跡が、これ消すってこと？ A ボタン。この汚れをきれいにしたいですね、と。何か汚れを落とせるものがあればいいのですが、と。モップみたいなのないのかな？ここはなしか。で、なんか、おしゃぶりみたいなのあるよ。ケロの。カエルのね。おー、びっくりした。なんか、それっぽいとこでね。あ、乗れた。ちょっとした段差は乗れるよね。もうちょっと。このぐらい高いと。さすがに乗れないけど。あ、でもここで乗ればいいのか。こういうことか。なるほど。押したままね。はい。うん。もう一回引っ張る？あ、いいとこで引っ張れた。大丈夫？引っかかんない？
ッケーオッケー。カエルリング、リングか。指輪だったのね。おわーと待って。大丈夫？あれ使う？チビコプター。ゆっくり落ちよう。バッテリーがピンチ、バッテリーピンチ、バッテリーピンチ。B ボタン。OK。そういうことか。早い。すごい早いね、充電。ふう、危なかったですね、と。充電完了です。セーブ、一応しとくか。上書きしてもよろしいですか？はいと。準備 OK、レッツラゴー。じゃあまた A ボタンで外して、OK。で、B ボタンで置いて、手をね、使えるようにして。ここダメか、テーブルで邪魔しちゃう。でもさ、早い早い、今回早くない？今回早くないか。ここ乗れない。何ここ。あ、紙くず。A ボタンで、じゃあ掃除しましょう。ここまた押しっぱなしね。物に対してそのままそっち方向に押すと乗れると。ん？見えない。あ、一周回ってきたのか。あそこがどうやって取る？無理だな。意外に時間制限があって大変かも。さあ、本の上で乗っていって、ここも乗れる？乗れる。ここはソファーか。入れる。オッケー。この上は？ここは、ダメなのね。これ何これ？キャンディーの包み紙。このゴミか。チビロボさん、ゴミはゴミ箱へ。え？あ、時間終わっちゃったの。チビロボさん。今日も一日ハッピーハッピーお疲れ様です。一日が終わったのでチビロボハウスに戻りましょうと。あ、時間で戻されちゃうのね。なるほど。あ、おはようございます。最初のあーいるかな。いつもなんかあーとかおーとか言うね、このトンピー。チビロボランキングは784,199位のままですねと。次のボーナス、これ前と変わんないから68ピーか。ランキング1位になると、スーパーチビロボと、ちょっと遠くて見えないですが、スーパーチビロボにバージョンアップと伺っておりますです。はい。これさえ待ち、早いな。ところで、チビロボさんセーブしておきますかと。まあ、セーブはいつでもできるからね。よいしょ。おぉ、取らないと。A ボタン。大変だね、掃除すんのも。ここ朝か。このマネばっか取ってもしょうがない。で、一応取っとこう。あ、ジェニーちゃん。の前にちょっとゴミ拾うよ。ちょっとゴミがそのままだね、この家は。お絵かきしてる。ご上行っていいのこれ。ごめんね。カエル大好きだね。ケロケロ、ケロ。ケロケロ。ケロ。カエル語わかんないからな。ジェニーちゃん何歳ぐらいなんだろうね。4、5歳ってとこかな。ケロ。ん？あ、乗っていいの？はい。ケロケロケロ。
新しいおもちゃだもんね。ふむふむケロと、お、あ、初めてケロケロ以外喋った。どうしたの、こう手を丸くして驚いてる。かけるケロ、あ、ジェニーさんから13ハッピーゲットですと。この調子でハッピーハッピーですと。あ、ちびろぼを描くってこと、絵に描くってことか。描くケロ、なるほど。待ってた方がいいのかな、もう。大変だね。大変だ、ちびろぼ忙しいな。ちびろぼは昼間朝も忙しい。A ボタンで。あ、待って、そうじゃない。A ボタンで。で、ちょ、下を持たなきゃ、下を。そっちじゃない、そっちじゃない。そっちじゃない。下を持たなきゃ。下を、そっちじゃない。さっき、あれさっき下を持ったよね。あ、違う、これ。あれか、ここで。下を持つか。あんまり行っちゃうとね、こう、手かけて上に登ろうとしちゃうから。はい。忙しいよ。はい、ゴミをゴミ箱へ。で、カメラアングル変えて、この紙くずもゴミ箱へ。このぐらいなら飛べるな。X、チビコプター。で、A ボタンでね、このぐらいなら飛べるでしょ。OK。B ボタンでしまう。で、あれも反応がない。これ、夜だけか、反応してんの。ここも反応ないな。ダメなんだ。チビコプターでじゃあ降りるか。それ充電する?と、Z ボタンだっけ?違う。なんだっけ?どうや?これか。これで見ると、コンセントの場所わかるからね。キッチンのとこがいいか。左上ね。うわぁ、パパがいた。そろそろ充電が。大変だね、結構。結構ほんと大変。もうちょっとほのぼのしたゲームかと思ったけど、結構大変だぞ、これ。前もあったな、ほのぼの、ちょっと待って、もう充電がまずい。前もあったな。どこだ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。あ、一応、紙くずを。ちょっと、ゴミが気になる。紙くずはもう持てませんよ。あ、そうなの?もう入んないんだ。コンセント。コンセント。あー、そっち行って、よし、た。ああ、これ、登れるってことでしょう。さっきね、夜の時にチェックしたけど、その高度からよじ登れそうですね。その前にまず充電なんですよ。ポコッと。オッケー。あ、満タン。風が危なかったですね、と。もうちょっと頑張れるかな。エネルギー満タン。セーブ、一応しとこうか。いや、結構大変だぞ。ほのぼのしてないぞ、全然。準備 OK、レッツラゴー。じゃあ、これ外して、邪魔になるか、これ B で置いて、登れる?まあ、A ボタンね。上登ってく。あ、レコードプレイヤーがある。A ボタンで、食べかすを取って、どういうこと?待って、A ボタン使えるわ。あ、引くってこと?引くか押す?ああ、下に落とせばいいんかな?ああ、大丈夫?一瞬落ちちゃったけど。あ、ハッピーが溜まったので今ね。なるほど。びっくりした。今落ちちゃったから、やられちゃったかと思った。大変だな、これも。またリングがあるよ。あれ、リング取れないな、でも、場所。この辺登れないんだよね。登れないか。大変だな、これな。
とりあえず時間がもう迫ってる。紙くずも持てないんだよ、パパは。パパ。ちびロボどうだい、もうこの家には慣れたかい？ママは怒ってるけど気にしなくていいよ。あ、ちびロボ買ったことね。家計が苦しいのに。ハッピー、たくさんよろしくねーと。幸せたくさん、ちょうだいねーってことだね。で、どこ次？ここ登れない。なんかもうすることがない気がするんだけど。違うのかな？あ、これか。ゴミ？葉っぱ。ちびロボさん、ゴミはゴミ箱へ。時間がないよ。なんか確かに拭けるものがあればいいな、この犬の足跡とかね。この辺とかも拭きたいんだけど。もう時間がないね。登る。そのゴミ箱気になる。ここは。待て。ゴミ箱です。そこから入れませんよと。さっきの上から？なんか後ろにもなんか汚れがついてるけど。ダメなんだ。ここから入れないんだ。チビコプターで降りますか。どうだっけ。一回家に戻ろう。上とか取りたいんだけど、どうやって取るんだろう。あ、待って。あ、時間がね、もう終わったと。チビロボ、昼の時間が終わったと。忙しいな、これ。チビロボさん。今日も半日、ハッピーハッピーお疲れ様です。半日が終わったので、チビロボハウスに戻りましょうと。これなんか、日にち何日か過ぎちゃったらゲームオーバーとかあんのかな？あ、なんか後ろが、お疲れ様です。溜まったハッピーを生産しましょうと。確かにちょっと増えたもんね。チビロボランキングは78万、お、一気に上がったぞ。でも78万台から57万台まで一気に上がった。次のボーナスバッテリーまであと42ハッピーですと。だから80ハッピーになればボーナスハッピーだと。レッツラゴー。セーブしとこうか。一応要は毎日家事していけばいいと。いろいろね、家のゴミ捨てたりとか、いろいろいいことしていけばいいと。そういうことね。ようやく分かってきた。 B ボタンで手を自由にして。で、この時間帯はおもちゃたちが動き出してるから、毎回ここにマネあるな。二つね。あの子喋ってみたいな。喋れるかな、夜だったら。おもちゃではないんだけど、家電も喋れんのかな？違う違う。そっちじゃないの？そっちじゃない。引く。A ボタンで引く。で、また A ボタンで引く。ダメか。ん？お。何ですかね、この小さいドアと。私のメモリにもデータがないから不思議です。入れるってことか。ちょっと一回置こう。入ってみる。わわわ、怖っ。何これ？怖い怖い怖い。いいの？隠し？隠しというか、こう、ボーナスルームってこと？怖いの、この目がね。怖い。大丈夫でした？まあ大丈夫。そうですか。一体何なんでしょう？まあ、細かいことは気にしない。気にしないかい。ふんふふふん、らららん。あ、小さいドアだから、これからはチビドアさんと呼びましょう。あ、目が閉じたのね。取ると目が閉じるのね。なるほど。とりあえず分かったけど、お、時計がある。おっきい時計。これはいけないのか。ここ
こも登れないね。さっきのコンセントもう一個あったけど、確かもう一個のとこさせなかった気がするんだよな。コンセント夜だけさせんのかな。やってみよう。一回引く A ボタン押してから押しっぱなしで引くのね。あとね、はい、まとめてた。角度変えるカメラのね、で X でチビコプターにして A ボタン押しっぱなしでちょっと飛べますよと。 B ボタンで拾って刺すと、こうプラグを、待て待て、急に下がったぞ。これ間に合うかな。これプラグを持ち上げた状態じゃないと、ちょっとどこだっけ、今どこ？ C でズーム。今どこだ？今これか。上？コンセント上？いや、間に合わないな、奥。間に合うかな？こっち。待って、パパが、歯ブラシ。でもちょっと今忙しいんだ。あれは何でしょうか？ちょっと待って、その前で今ね、ちょっとバッテリーがまずいや。ちょ、右か。あ、そこだ。ここだ、ここだ。待って、なんだ。危ない、ギリギリ。ちょっと待って。ちょっと今忙しいの。危ない、間に合った。間に合ったー。ふう、危なかったですね。エネルギー満タン。セーブ。まあ、とりあえず後でいいや。毎回セーブしなくてもね。準備 OK と。じゃあ A ボタンで取る。で、B ボタンで置く。で、さっきの歯ブラシ取ろうか。歯ブラシ。それは、パパさんの歯ブラシですが、いただいちゃいましょうと。ずいぶん可愛い歯ブラシ使ってね、パパね。それさえあれば、いろんな汚れを落とせそう。あ、そういうこと。汚れ落としに使うな。お、かっこいい。なんか、ギターみたいになってる。なるほど。X ボタンで装備メニューが開きますと。スティック、左スティックで歯ブラシを選んで、A ボタンで持てますよと。ま、アイテムの選ぶのは一緒だね。歯ブラシをしまいたくなったら B ボタンでしまいますからと。あ、足元にシミがあります。試しに掃除してみましょう。なるほど、ちょっとずつなんだね。何回かに分けてなんだ。もうハッピー溜まってる。チビロボさん掃除上手ですね。なるほど。そんで一回さ、拾おうよゴミ。紙くずも持てないの。ゴミ捨てたいんだけどさ、ゴミ捨てらんないか。じゃあ掃除しますよ。掃除頑張りますよ。さあ、 A ボタンね、何回か押す。3、4回ね。おっきゅんテレビついた、びっくり。テレビが勝手に怖いね。ちょっと待って、ちょっと今忙しいんです。今でも地味にね、掃除して頑張っていかないと。毎日ね、汚れちゃうんでね。でっかい靴はないね。靴の足跡は。テレビ見る？の前にさ、ちょっとさ、充電しようかなと思ったんですけど。あ、テレビだ。一個マン？あ、あれか。さっきの。誰が決めたか知らないが。ヒーローだ。正義と悪というけれど、何が正義で何が悪かわからない。これヒーローなのか。夢と希望を心に抱き、愛と勇気で宇宙を包む。
決まった。宇宙刑事ギッチョマン、ギッチョマンだ。さあ、さっきのやつ、キッコーマンじゃなかった、イッコーマンじゃなくてギッチョマンね。ギッチョマン結構大きいで、ギッチョマン、よし決まった。で何するの、ギッチョマンさん話しかけてみる。お、決まった、宇宙刑事ギッチョマン。おはよう、チビロボくん。今夜だけどね。どうした、返事がないぞ。結構グイグイ来る感じだな。正義その1、挨拶は大きな声で。何、もしかしておもちゃが動いているからびっくりしたのかいと。まあ、ギッチョマンもおもちゃだよね。この家のおもちゃは人がいない時には動く、だよ。今後ともよろしく。何をよろしくなんだろう。そして見たとこ、正義の足りなさそうな君に、ギッチョマンスペシャルプレゼント。For you。なんだこの、癖が強いね。癖が強い。ギッチョマンの着ぐるみ。お、あ、これで着ぐるみ、切れるってやつか。メニュー画面 X でね、出すメニュー画面、着替え方を教えてほしいかいと。いや、大丈夫大丈夫、あの説明書書いてあった。教えずにして学び取る、なんという賢さ、君に出会えてよかったよ。さあ早速着替えて見に店に来たまえ。正義の何たるかを共に学ぼうではないか。いや、グイグイ来るな。なるほど、 X で、で下に行けるから、スティックで下ね。キッチョも、あ、かっこいい。ちょっと待って、行かないで行かない。あ、かっこいい。かっこいい。チビロボギッチョマンだった。かわいい。お、カシッと。宇宙刑事ギッチョマン、毎回これやるんだね。もう10秒前でも必ずやるんだ、この決めポーズ。お、なかなか似合うじゃないか。さては君も正義の味方になりたいんだね、と。勝手に決めつけられちゃった、これな。まあ、微妙。まあ、はいにするかしょうがないな。家にさ、めんどくさそうだもんね。よし。それなら、ミーの得意分野だ。任せとけ。なんだ。そこに立ちたまえ。よし、ちびっこ。これから正義テストを行うぞ。正義テスト。苦しいかもしれないが、我慢してついてこい。では始めるぞ。正義その2、決めポーズは正義の証と。正義その1は挨拶は大きな声でだったもんね。どうすんの、これをマスターしないと正義にはなれないからな。ん、確か君はトンピーくんだね。とトンピーを知れてるんだもん。どうして私の名を。はぁ、あ、それくらいは知らないと正義は務まらんさと。な、答えになってないな。かっこいいと。かっこいいのかな。さあ、危ないから下がってなさい。ミーがポーズを始めたら、すかさず Z ボタン。ああ、R の手前ね。OK。わかったかと。OK。チビロボさん頑張ってくださいと。ポーズを始めたらすぐ R ボタンね。かっこいいね。では始めるぞ。正義、どうした、ちゃんと Z ボタン押したけど遅かったんか。正義 Z、 え、押してるけど、なるほど、すぐね、動いてるときすぐ、もうちょっと、遅いのか。ほんと、動き始めたらすぐだね。ダメだ。早い。まだポーズしてないぞ。すいません。すいません。遅い。遅い、もう一丁。来た。いいのか、ギリギリか、今の。なるほど。一緒のポーズすればいいってことね。宇宙刑事ギッチョマン。かわいいな。ギッチョマンってより、チビロボのこのギッチョマン、着ぐるみが、お、クラッカーが、すごい。チビロボさん、かっこいいと。
よし。よくやった、ちびロボくん。いや、宇宙刑事ちびロボ。なってしまった宇宙刑事に。決めて宇宙刑事が、全宇宙で99人になったのだ。ちびロボ刑事ありがとう。お、ハッピーが、ギッチョマンからもハッピーもらえるんだ。家族だけじゃないんだ。19ハッピー。なるほど。100万でお金ももらいました。ゲッツ。この調子でハッピーハッピーです。ちびロボさん。ギッチョマンさんの Z アクションを覚えたんですね、と。いろんな人に Z アクションを見せびらかしちゃいましょう。なるほど、これもハッピーに。これを着ているときは正義を忘れるなよ。ジャスティスだと。じゃあな、ちびロボ刑事。なるほど、ちょっと待ってね。今忙しい。ちょっとゴミ、とりあえず、あ、ここでも一応取れんだ。ちょっと一回さ、まずさ、コンセント。ここでいいや。一回さ、充電しようよ。A ボタンで持って、A ボタンで差し込む。もう夜もだいぶ明けてきたね。ふう、危なかったですね。充電完了です。セーブしとこう、今の。ギッチョマンさん結構大変だったからね。これなんか中身が結構大変。まだ1時間しか経ってないんだ。準備 OK、レッツラゴーと。どうしよう。見せびらかしたけどみんな寝てんだよな、今の。あ、さっきの、あの子。台所のとこのあの子に見せようよ。ギッチョマンさんのポーズ見せたらなんか、もうね、どこだっけ、あ、ここか、どこだっけ、ちょっと R ボタン。今どこだ、こっちか。Z ボタンね、見せよう。Z ボタン、シャキーン。どう？反応する？お、反応した。今の爆音はギッチョマンさん？パトロールいつもご苦労様です。キャ、恥ずかしいと。恥ずかしくて隠れちゃった。あ、出れるようになったの、ここで。あ、なるほど。新しい道ができたんだ。外じゃないの、これ。外もあんの。あれ、ベベさんいなくなったんですか？では、この先のキッチンに行けますね、と。なるほど。そうやって、新しい道を行くのね。なるほど。やっぱリビングだけじゃないよね、それで。大変だけど楽しいね。さあ、ま、なんかいっぱいある。あーり、キッチンは2つしかないんだ、コンセント。で、片方が？ここにあるの、下にあるの。キッチンは綺麗だね。あ、タオの犬小屋が中にあるんだ。この辺は開かないの？開かないの。ゴミはもういっぱいだよね。紙くずさ、どうやって捨てんの？ちょっとタオはいないの、今。上がってみる？お、書くのか。どうやって上がるの、これ。ちょっと高いな。ここカメラの角度が変えらんないね。まだなんてことだ。まだ急ぐ時間じゃない。まあ、こういうとこ登るってことか。あ、もう夜が終わっちゃった。なるほど。さあ、今日も一日ハッピーハッピーお疲れ様です。オッケーオッケー。あ、おはようございます。溜まったハッピーを生産しましょうと。19もらったもんね、ギッチョマンさんから。チビロボランキングは ?57 万から、お、半分以上上がったぞ。一気に倍以上上がったね。274,255位。次のボーナスバッテリーまだと15ハッピー。なんか次のイベントで、ボーナスハッピー来るかな、レツラゴー。セーブしとこう。さて、行くか。ちょっと疲れるな、でもな。大変。いろいろやることがあるから。B ボタンで置く。一応片付けとく？
ジャンクパーツがまだ来ないんだよね。キッチン行くか。キッチン。また歯ブラシで、汚れを掃除しようか。木の枝も拾っとこう。ゴミ。汚れなくなってる。お？あ、割れてる。なんかシールで、ね、カバーしてるんだ。ちびロボさん。割れた窓をシールで貼り付けただけですね。ちびポッパーで壊したら外に行けそうですがと。ちびポッパーってないね。そんなことしたらママさんが悲しみますよね、と。そこじゃハッピーポイントが下がっちゃうってことかな、そうすると。別の方法で行きなさいと。どうしよう。あ、足跡を消します。タオのね、5回か。 A ボタン5回ね。5回で消える。ちびロボさん、ちびロボさん。ちびロボさんの頑張りのおかげでママさんもハッピーハッピーですよ。実はママさんからハッピーとマネを預かってまして、と。じゃ、一気にくれる？ボーナスチャンスと題しまして、いくらかお渡ししたいと思います。今回のボーナスハッピーは ?8 ハッピーゲット。そして気になるボーナスマネは ?28 マネゲットですと。ちびロボさんがいるだけでみんなハッピーハッピーですと。なるほど。じゃあ、結構貯まると、そのボーナスハッピーっていうのも少しくれるんだ。さあ、綺麗にしていく。あそこの上も気になるね。そこね。なるほど、この自分視点の時は、ちびロボ視点の時はゆっくり、あれなんだね、バッテリーが減ってくんだね。いや、あそこの上も撮りたいけどな、どうやって撮んだろう。アイテムか。とりあえず台所だな。歯ブラシはいいや。ここで一回充電しましょう。 A ボタンで持ち上げて、 A ボタンで差し込む。さあ、充電完了。ふう、危なかったですね、と。まあ、ちょっとまだ余裕あったけどね。まあ、セーブはいいや、とりあえず。準備 OK と。じゃあ A ボタンで抜いて、 B ボタンで置くと。前回見れなかったところ、こっちの方か。あ、ここ目の前にあったの。差し込む。で、スティックでひねる。ひねる。OK、ガシッと。結構電気一気に使うってことなのかな？ちょっともう一回満タンにしていこう。一気に使うもんな、あそこ。セーブ。いいです、まだ。A ボタンで抜いて、 B ボタンで置く。いや、忙しいな、ちびロボさん。おー、タオちゃんがいた。ちょっと待ってね、タオちゃん。あ、ここはダメ？待って、シール貼ってるから引けないってことか。なるほど。ちょっとタオちゃん後でね。あ、そ、おー、なんかある。ゴミじゃないな、なんだあれ。ん？ゴミか。紙くず。紙くず捨てたいんだよな。もう持てませんよって。捨てたいんだけどな。ここ登れるよね。A ボタン。で、あと引く。スティックで引く。で、こっち登る。
まA ボタンで、あと引く、スティックで。A ボタンで引く。OK。登る。毒風とか。なるほど、これ使うってこと？待て待て、待て待て。これタオちゃんに使うってことか。わ、めちゃくちゃやられてるけど大丈夫？こんなでっかいぬいぐるみだったんだ、あれ。あ、怒ってる。邪魔された。タオママかな。お家では静かにしててね。クード、ちゃんと言うこと聞くね。なるほど。ママさん。タオ、今手が離せないのよ、と。勘違いしてタオだと思ってるね。じゃ、ここか。待って、違う違う、そっちじゃないんだ。こっちなんだ。待って待って、そっちじゃない。ここ、あ、ここ引けないの。ここ手すりを登っ、取っ手を登ってくのね、ここは。なるほど。あ、怒ってる。タオ静かにしててね。そっか、ママがいるから大丈夫ってこと？で？ちょっと左とか、左上とかになるんだ、これ。あ、なんか虫がいるけど、果物に。あら、おちびちゃん。お誕生日の時は無駄遣いなんて言っちゃってごめんなさいね。パパに反省するまでソファーで寝てもらってるのよ。悪いのはパパだから気にしないでちょうだいね。優しいね。まだ、バッテリーあるもんね。なんかめちゃくちゃ、ハエがいるけど、大丈夫？ここは乗れないのね。マグカップ。あ、ギッチョマンのマグカップだ。ギッチョマンさん。それはギッチョマンのマグカップですよ。ゲット？あ、入るのあれ。すごい。おちびちゃん、それパパのだけどまあいいわよ。ギッチョマンのものを一つくらいあげてもたくさんあるからわからないわよね、と。パパは結構ギッチョマンとかこうヒーロー好きなんだ。で、奥に、あれがあるけど取れる？ちょっと待って、こう、金魚鉢。お魚さんに何かあげますか？と。あげるものが、ないね。クッキーのかけら？あげられる？食べる？あ、食べた食べた。あ、ハッピー溜まった16ハッピーゲット。お魚さんからも、ありがとうの印ね、ハッピーもらった。この調子でハッピーハッピーですと。なるほど。まあ、おちびちゃんって優しいのね。パパじゃなくておちびちゃんと結婚すればよかったわと。なんということを。まあまあ、まだバッテリーあるけど、そんなに遊んでられないからね。ここは？この、なんかある。何もないか。こっちは。まあ、ジャンクパーツが見つからないけど。ちょっと見て。ここはなんだ。あ、なんか下入れる。これ入っちゃっていいのこれ。あれ使おう。X で。チビコプター使おうか。ま、動かないよね。何もない。とりあえず落ちるか。ああ、なるほど。ここに落ちるのか。はい。B ボタンでしまう。で、押しますよ。一番だ、これなんだ、これ。ドッグタグ、あ、犬の名札みたいなね、タグね。お、なんだ？あ、時間来たのか、時間来たんか。時間来たんか。まあいいや、どっちか取れたからいいや。どっちもね、中途半端だったら大変だったけど。お疲れ様です。溜まったハッピーを生産しましょう。87,250 円まで来た。トップ10万入りのお祝いに、オレンジ社からボーナスバッテリーが届きました。すごい。バッテリーが100に増えました。お、やったぜ。で、また、もう少し長い時間動けるね。次のボーナスバッテリーまであと103ハッピーですよ、と。レッツラーゴー。なるほど。セーブしとこう。せっかくだから。
1日1回ぐらいセーブしとこう。なるほど、そろそろなんか買ってもいいかな。結構お金、マネが1034も貯まった。さあまずクラッカー、ゴミを。申し訳ないですね、お手数かけます。腰が低いね、トンピーは。ようこそチビパソへ。さて、ジャンクマシンも行きたいんだけどな。え、白い花の種とか買えちゃうじゃん。あ、チビポッパーってさっきのやつか。買っていいかな、買えるな。買うか。はい。タイマー15とか、なんだろうこれ。なんとびっくり、半日が15分に。思う存分じっくり考えたい人よ、とか。そういうこと買っとくか。ゆっくりできるもんな。ありがとうございました。お、なになに？あ、チビポッパーね。かっこいい。かっこいい。おー、すごい。タイマーか。15分タイマーね。普通は5分で1日終わっちゃうもんね。パワーアップしましたね、とこの調子でレッツラゴー。これさ、タイマーは1回買うとあれなのか。そっか、これ戻したい時は 10分タイマーとか買えばいいってことか。これないね。ちなみにマグカップ何使うのこれ。あ、隠れられるってこと。隠れんだ。隠れんのね、タオから隠れるってことかな。そんな感じだな。なるほど。なるほどね。あとはポッパーは、ま、窓壊しちゃっていいってことなのかな。光線が打てると。 A ボタンで。なるほど、なるほどね。歯ブラシしとくか、とりあえず。スタートボタンでアイテム。あ、ドックタグも何個か持てるんだ。これいっぱいだからもう持たなくていいってことか。特に捨てるわけじゃないよね、この紙くずとか。シールは来ない、シールが。さ、マネがほぼなくなっちゃったね。でも、ポッパー変えたからいいよ。で、15分タイマーは出てこないんだね。まあいいや。さ、今日も寝てます、パパね。なんか本、辞書みたいな、分厚いの、落ちてきた。チビロボマニュアルだ。説明書見ようか。また右スティックで角度変えながらね。動きながら変えるの難しいが。マニュアル見る。じゃあまず、私はメモリーに入ってますが、チビロボさんも読んでおいた方がいいですよ、と。使い方、操作の仕方だよね、きっとね。だいたい分かってきたけど、この度はオレンジ社製のチビロボをお買い上げ、誠にありがとう。サンキューベリマッチ。チビロボについて。チビロボは自立型のメイクハッピーロボットですと。まあ、自分でね、歩いたり動いたりするタイプの、まあ、幸せを運ぶロボットですみたいな感じかな。誠に恐縮ではございますが、勝手に動いて皆様をハッピーにさせていただきます。うん。しかしながら、チビロボの所持アイテムや操作方法などをお知りになられたい場合は、スタートポーズボタンのメニューから見ることができますので、よろしくお願いいたしますと。うん。チビロボさん勉強熱心で偉いと。ハッピーもらったね。チビロボランキングについて。チビロボはランキングの1位を目指しています。うん。ランキング1位となったチビロボは、当社規定により、
このオレンジ社のね、なんていうの、約束、約束規定、まあ、オレンジ社の判断かな、判断とか、審査方法かな、によりスーパーチビロボにバージョンアップしますので、1位になることを応援してやってください。またもらった、地味に2位ずつもらうな。全部読もうかじゃん。ボーナスバッテリーについて。チビロボがハッピーポイントをゲッツしてランキングをアップさせていくと、チビロボのマックスバッテリーがアップするボーナスバッテリーを当社よりお届けしていますと。うん。ボーナスポイントというよりは、ランキングが上がっていけばってことか。ね、お客様には関係ございませんが、その線で一つよろしくお願いいたしますと。チビメカについて。まだチビメカ出てないもんね。チビロボは自力でマネを貯めて、チビパソにて、チビメカプログラムをダウンロードいたします。チビメカは3種類。チビコプター。高いところからの滑空ね。まあ、高いところからの飛んでいくことと、A ボタンで水平飛行が可能ですが、上には飛べませんので足からずと。うん。チビレーダー。これまだ撮ってないね。近くにあるもの、あるいいものに反応するレーダーです。チビポッパー、バッテリーを衝撃波に変えてショットできます。そうか、じゃああれ使いすぎるとバッテリーが徐々に減ってくんだ。チビロボさん偉いと、どんどんもらうね。チビ道具について。チビ道具。チビロボはお客様の家にある小物を買って気ままに利用させていただく場合がございます。チビ道具を使うことで、きっとお客様にご満足いただけると思いますので、勝手に何かを持っていても、ご理解のほどよろしくお願いしますと。着ぐるみについて。まあ、前ね、ギッチョマンのやつ撮ったもんね、さっき。着ぐるみについて。チビロボはどこからともなく着ぐるみのようなものを見つけてくることがございます。着ぐるみを着たチビロボは Z ボタンを押すことで不思議なポーズをすることがございますが、そこは一つ見て見ぬふりをしていただければと考えておりますと。反応してあげてほしいな。レチェッカーズ。これがあれだよね。スクラップだっけ、パーツ集めて作れるってやつだよね。レチェッカーズについて。チビロボはお客様のご家庭にあるジャンクを集めて、それを素材にレチェッカーズを作ります。レチッカーズね。レチッカーズ。お客様にご覧いただくことはできませんが、チビロボハウス内にあるジャンクマシーンに規定数のジャンクを入れることにより、レチッカーズが完成しますと。決まった数ね。決まった数を入れることで。レチッカーズは3種類。お、これ初めて。アッパー、高いところに登るはしごです。お、はいはい、これ欲しいな。ワープ、離れた場所に瞬間移動します。お、いいね。ブリッジ、離れた足場を渡るための橋ですと。なるほど、じゃあ、上に登る橋と、横のね、離れたところに登る橋。ドワープってことか、3つ。OK。わかりました。それでは、皆様、ハッピーライフウィズ、チビロボ。チビロボと一緒に、いい人生をってことだね。良い人生を。なるほど。クッキー取っとくか、また。食べかけ。パパ、クッキーばっかり食べたいな、この。カウチのね、下で。大変もう。ここ壊していいかな？怒られちゃうかな？ちょっとやってみていいかな？どう？ポッパー。結構減る、でも。登ってからか。大丈夫かな？怒られないかな？あっちゃー。チビロボさん、私は知りませんよ。いや、でも行かないとさ、まずいよね、これね。待って待って。バッテリーはまだいっぱいある。とりあえずこう行くか。結構バッテリー使っちゃうけど、ここ。差し込む A ボタン。
で、スティックでくるっと回す。かね。夜のうちになんか終わらせた方がいいってことか、じゃあ、ここ。結構来たね、裏庭。広い。ああ。いっぱい。汚れが、歯ブラシで。押しっぱなしできないから連打だもんね、これね。待って、ここも。オッケー。ちょっとマネ貯めようよ、マネを。バッテリー速くなってないか？あ、違う、歩いてるとバッテリー速くなるんだ。なるほど。動いてるとバッテリーが早く減るのか。でも動かないと何もできないからね。ちょっと待って。どこある？ないんだ。オッケー、一回で戻ろう。困ったね、今ね、汚れ。ここはあれがないのね。でもよかった、夜長くしといてまだ時間はある。一回戻ろうよ。ここはないんだ。あ、外だからね。危なかったですね、と。エネルギー満タン。セーブ。とりあえずいいよ。明日怒られないから大丈夫かな。まず、取ろう。置いて、いきます。お金はこれ持ち上げた方がいいかな。持っていった方がいいかな。変わんないか。X で。これ歯ブラシで、こう汚れ取れるの？取れんだ。これも取れんだ。なるほど。さあ、足跡。大きい足跡。パパさんの足跡かな。掃除していく。ああ、もう一回。微妙。ここで80使っちゃったからな。もう一回。充電してから行くか。多分裏庭は結構、いろいろあるでしょう。まあ、セーブしちゃうか、結局。朝になる前にセーブしなきゃいけないからな。セーブしちゃおう。スーパーチベロボになってからもなんか、いろいろお手伝いできそう。そんな雰囲気。ムービーが。変な音が聞こえましたよね、チベロボさん。聞こえたね。タオかな。変な音はエントランスの奥から聞こえました。と。なんだか怖いなと。ちょっとまず裏庭行こうよ。怒られる前に。また塞がれちゃうから。多分これ塞がれたらまた、ハッピー減らされちゃうんじゃない？ママに。怒られちゃうでしょ、これ。ここいけないよね。裏庭全部やろうよ。まず。隠されてるものがいっぱいありそう。この辺はもう出れないもんね。あ、カエルリングがあった。あとは、お、なんだあれ。食べかけの、カエルの死骸？大丈夫？ケロ。うわぁ、干からびちゃってますね。最近雨降ってないですからね、干からびちゃって動けないみたいですと。水をかけてあげないとこのままじゃかわいそうですねと。水どこにあんのよ。とりあえずあそこきれいにするか。気になる。水かけてあげたいんだけど、ちょっと待ってね。と、歯ブラシ。あ、待って待って。ここはダメなんか。水？あ、またあった。
ちょっと外れちゃうとうまく綺麗にできないからね。これは埋まってるけど取れない。コップとかじゃ取れないもんね。違うの、ここ水で出るとこだよね。ここ水出るとこだけどどうしようもないんか。今のアイテムじゃダメなんだ。なんか必要なんだ。バッテリー少ないんだよ今な。と、まあ何でもいいか。しまうだけだから。乗れるの分かった。これ後ろ何？ああ、いけるか。ここ際どいな。バッテリーがもうだいぶ際どいです。いけますかね。ここ行って戻ろう。ひねる。ぐるっと。いけるかなぁ。際どい気がする。ギリギリだ。こう戻ってギリギリじゃないこれ。え、ちょ、木の枝もらってっか。バッテリー切れたらゲームオーバーなんかな。これも気になるしね。これね、これも気になるし。水出してあげたいんだけどね。どうやって出すのか。とりあえず木登りたいね、次はね。間に合いそう。これなら。さて、急げ。コンセントまで急げ。まだ間に合う。これなら大丈夫だ。よし。まだ時間全然あるか。もう一回いけるな、じゃあ。満タン。セーブはいいや、まだ。あの、木の、そこで、木の上行こうよ。これ次の日になったら絶対修理されちゃうんじゃない？これ、シールで。また、ハッピーポイント下がっちゃいそうだからな、初めて。エントランスも行きたいんだけど、カエルさんも助けなきゃないし、大変だ、忙しい。はい、忙しい、忙しい。これは A ボタンと上ね。で、ここはチビコプターですか。かわいい。ブランコの上なんだ。しま、B ボタンしま、取る。はい、リング。だけ？カエルさん助けないんだけどな。どうやって。ちょっと今の道具じゃやっぱりダメだな。もうちょっと待っててね。一回充電してからエントランス行くか。ちゃんと映ってるかな。今さら。ちょっと待って、一回スタート押そう。バッテリー減っちゃうからね。大丈夫そうだね。ちゃんと映ってるね。
さあ、掃除していくか。A ボタンでね。OK。で、コンセント。左側にあったっけ？これ上でしょ？コンセント。違う。もっとこっちか。あ、ここにあるんだ。ここカメラアングル変えられないからね。A ボタンで通る。で、A ボタン差し込む。充電10回目、セーブ。この充電の回数とかも少ない方がいいんだろうね。そういうことか。歩いて、まあ余計な歩数歩かないで最短で行ってみたいな。最短のところで充電して、で、最短のところで効率よく作業してっていうのが必要なんだろうね。そうするとなんかあるんだろうね。ここだよね。あ、そこ台所だ。エントランスとか、あ、ここか。玄関ね。初めて玄関行く。音がしたって言ったけど。大丈夫？お、何？ん？何やつ？なんだこのハンプティダンプティみたいな。卵みたいな。テキサフ、アイオワ。アメリカの州かな？テキサスとかアイオワ州？ああ、あ、メニュー画面出てきたやつだ。卵の。兵隊。空軍かな？帽子が。あれは何者か直ちに報告せよ。未確認ロボットであります。リビングから来たようであります。結構大きいね、これね。うむ、限界態勢だ。イエスサー。ゴーゴーゴー。降りるの。すごい。大丈夫、卵割れない？あ、なんだ、あそこです。アーミー隊配置につけ、と。迷彩服ね、アーミー。あ、めちゃくちゃいる。大丈夫？あ、みんな降りてきた。割れない？大丈夫？割れないんだ。あ、すごい、スニーカーもあるね。なんか写真が。あ、なんかみんな一気に走って。くるっと回る。お、みんな配置についた。やばい、まずい。囲まれた。マグカップ、なんか、遊んでる。マグカップでカードした。寝てる奴もいる。未確認ロボットがこのエリアに侵入した。いいか、貴様ら、ネズミ一匹ここを通すでないぞと。あの赤いのでも落とせばいいんかな。怪しい奴を見かけたらひとまず、ひるまずに、とにかく打ち倒せ。一瞬の隙が命取りになるぞ。マジでこれ。どうすんのこれ。よくバレないね。チビロボさんなんか、なんだかやばいですね。確かに。見つからずに行けんの？あ。あの変な音はあそこの奥から聞こえてるみたいですが。遠回りしていくってこと？あのおもちゃたちが危険なので奥に行くのは大変そうですね。そうだね。待って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 当たったら一気にあれ減るのか。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってちびロボさんそんな場合じゃないですよ。ちょっと見つかっとるかな。見つかっとるかな。見つかっとる。あこれさ、無理じゃない？これ。無理や。どうすんの？これ。あれ、初めてやられちゃった。バッテリー切れ。ん？台所？あ、トンピーが泣いてる。大丈夫？チビロボさん、こんな姿になっちゃって。一緒にチビロボランキング1位を目指していたのに。
あ、包帯か。あ、生きてたんですね。心配しましたよ。もう重傷だ。チビロボさんはロボットなんですから。エネルギーがゼロになっちゃうと死んじゃうんですよ。コンセントで充電してくださいね。それと今後チビロボさんがそんなお姿で倒れていたら、私トンピーがどんな時でもこのハウスまでお運びします。あ、そうそう、 X ボタンを押して脱ぐを選択すれば怪我人を脱ぐことができますよと。あ、マネが減ってるようですが、私は知りませんですと。あ、ま、やっぱりやられるとマネ減っちゃうんだ。チビロボさん、オンラインショップでチビロボバッテリーを買えるようにしておきました。これを買えばバッテリーがなくなっても充電しに行くぐらいの回復をしますと。ぜひ試してみてくださいね。溜まったハッピーを生産しましょう。一気に下がるよねこれね。さと 11,661、 だいぶ下がったね。お、オレンジ社がオニューなチビメカを極秘開発中みたいですね。チビロボさん楽しみですねと。ところでチビロボさんセーブしとこうか。一回はやられといた方がいいんだろうね、そういう意味では。このまま行こうか。じゃあそれかこのコスプレのまま行こうか。ちょ、片付けていくよ。あ、もう片付けられないの。まだ夜だね。あ、夜途中からえ、彼らどうする。あ、どこ、キッチンだ。エントランスじゃなかった。キッチョマンさん、今日もいるね。ここでポーズ取れんの？ Z で？あ、倒れるポーズ取れんだ。おい、大丈夫か？誰かにやられたのか？うん。危険な戦いはミーに任せろ。え？やってくれんの？おい、大丈夫か？誰かにやられたのか？危険な戦いはミーに任せろ。ああ、そういうこと？え、キッチョマンになって、一緒に行ってくれる？おはよう、チビロボ刑事。正義その3、パトロールを怠るな。正義のために一緒にパトロールしないか？はい。よし、それでこそ正義だ。キッチョマンエキサイトバリア。何それ。チビロボ刑事、この世界はまだまだ危険に満ち溢れている。このバリアから外れずについてこい。あ、なるほど。トロールに集中しろ。結構、バッテリーが厳しいんですけど大丈夫ですかね。あ、リビングが少し平和になった。行くか、チビロボ刑事と。しかし今日のパトロールでリビングの平和が守られた。またよろしく頼むぞと。ちょっと今外れちゃったもんね、少しね。ボーナスハッピーじゃない、この調子でハッピーハッピーですと。200いったよ。回復するか。一旦マネ取ってからね。一回脱ぎますか。
チョーマンのコスプレしてればいいのかな。一応セーブしとくか。キッチョーマンのコスプレすればあそこ通り抜けられるかな。あ、違う、わかった、マグカップだ。マグカップ使ってブロックするんだ。なるほど、さっきやってたもんな。普通にムービーでしっかり見てなかったね。マグカップであの銃の撃ってくるやつをブロックして済むってことか。ムービーは当選簿であります。ひるまないであります。ちびロボさんなんだかやばいですねと。はい、あのおもちゃたちが危険なので奥に行くのは大変そうですね。何か被るものでもないとこれは無理ですよと。よかったね、ちゃんと取っといた。マグカップ、よし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 、これで無敵だ。当たらんぞ、ほら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 、そりゃ無理だわな。とりあえず奥行けばいいのか。少しね落ち着けばそことか上とか行きたいけど、今日もぼちぼち時間だな。そろそろこういうことか。ガッデーム、なんてこった。しかし敵ではないようだな。とにかくなかなか大した やつめ、気に入った。それに比べてうちの部下どもはうぬぬと。ちびロボさんすごいすごい、ちびロボさんすごい。あの厳しい見張りを見つからないように通り抜けるなんてと。いや見つかってたけどね。さすがです。私は飛べるので余裕でしたがと。ちっちゃいね。ちっちゃく書いてある。あ、やはり変な音はこの奥から聞こえてるようです。今日これをやったら終わりかな。何やら怖いですけど行ってみましょう。そうだね、そうか。え、怖い。まだあれはバッテリーはあるからいいけど、結構いくねここね。落とすか。 A ボタン持って、そっちじゃない、一緒に落ちないように。あ、落ちちゃった。てか、あ、ハッピー、空き瓶だ。これ、空き瓶。ちびロボさん、ゴミはゴミ箱へ。これ入るの？入るんか。割れてるね。うん。結構割れてる。ここは歯ブラシで掃除ですか？これね、しっかり狙わないと。間に合うかこれ。あ、コンセントある。でっかいロボット、これか。あそこのスタートボタンを押した時に出てきたやつ。繋げばいいってこと？バッテリーなくなっちゃう、こっちの。ちょっと待って。これ繋げんの？大丈夫？こっちのバッテリーなくなっちゃうんじゃないの？大丈夫？
そう、ET みたいなロボット。あ、ショートした。ちびロボさん。あ、大丈夫か？大丈夫ですか、ちびロボさん。大丈夫じゃないよ。もうふざけないでください。それにしてもなんだか気味が悪いですね、と。早くここから出ましょうよ。ん？あ、動いた？その目は？あ、どうした？どうした？ショートした。ああ、大丈夫？そんな。大丈夫？ちびロボさん、どうなんのこれ。大丈夫なの？死んじゃダメー。ゲームオーバー？あ、じゃあ、記憶か。大きいロボットの、ママとパパと、タオと、腕相撲したり、重い荷物持ってもらったり、そのうち子供が生まれると。昔使ってたロボットか。なるほど。まあ、トイストーリーでいうとこの、あれか。今のチビロボが、バズライトイヤーで、この大きいのが、あれだよね。あの、カウボーイのね。ああ、もう使わなくなったから倉庫に置いてあると。さっきコンセントで繋いだことで記憶が来たんだろうね。こっちに。大丈夫？ちびロボさん。大丈夫なの？死んじゃった。え、あり？もしかしてこっちに移ったってこと？うわ、なんか怖い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 。大丈夫？動き出しそうだね。うわー。良い音しよう。逃げてった。まさか。これで変われるってこと？穴が落ちたよ、でも。ふぅ。使われてないのにまだ動くなんて。なんだろう。燃料かな、これ。そんなことより、ちびロボさんがね。ちびロボさん。また、涙が。ロボット涙流したら水で壊れちゃうよ。この家に来たばっかりだったのに。私を残して先に死んでしまうなんて。まだ生きてそうだね、これね。雰囲気。やっぱり生きて、おお、急に、お。あ、立った。よかった、ちびロボさん死んじゃったかと思いました。でも大丈夫。私の部品を使ってでもお直しするつもりでしたから。しかし、夢でも見てたんですか？はい。夢なわけないですよね。何かしらのメモリーが逆流した可能性はありますけど。なんかびっくりしちゃったから疲れちゃいました。ちびロボさんお酒でーす。軽いな。こっちまで帰りたいんですけど、ちょっとバッテリーがもうそろそろ、ああ、ここあった。ここにあったか。一回入れよう、一回。もう夜が終わりそうだね。一回帰ろうか。充電12回目。セーブして、ここで終わろうか、今日ね。さあ、この大きいロボットも出てきたところで、準備 OK、レッツラゴーと。さて、今日ここで終わりましょう、じゃあ。ふぅ、大変。結構大変。さて、なかなかね、ほのぼのゲームって少ないね。ほのぼのしてそうだと思ったけど、なかなかやっぱり、忙しい、やることいっぱい。ということでね、今日は終わりたいと思います。また次回ね、続きやっていきたいと思うんで。
頑張っていきましょう。大変だけどね。さあ、ではね、あといつもの告知です。一つは今、ニコ生と、ツイッチと同時に放送していて、ツイッチの方が少し画質がいいのと、滑らかに動くようになってるんで、もし綺麗な映像を見たい人はツイッチの方も見てみてください。ツイッチの URL はツイッターのトップに貼ってあります。で、特にニコ生は一般会員だと、混雑時とか混んでると画質落とされたりするんでね。とツイッチであれば回線とギガが許す限り高画質で見れるんで、もしよければ見てみてください。で、次は録画についてはニコ生とツイッチ両方残してあります。で、ツイッチで流したのと同じものを YouTube にも録画、アーカイブとして残してあるんで、まあ、もしよければ見やすいサイトで見てみてください。で、ニコ生は録画、タイムシフトは1週間しか残らないんだけど、ツイッチと YouTube については古い録画とかね、古い実況の動画も全部残してあるんで、まあ、もし古いの見たい人は、Twitch、YouTube で見てみてください。と、放送のスケジュールは水曜日以外やる予定になってます。なので明日は休みです。で、水曜日以外でも臨時の休みがちらほらあるので、その日放送があるかどうか、水曜日以外で臨時の休みじゃないかどうか、これも Twitter 見るとわかるようにしてます。で、その日放送があれば早くて、その日のお昼過ぎか、遅くても放送の1時間前には、ニコ生で予約をしたっていうツイートをツイッターでするんで、それがあれば、その後休養がない限りは放送があるので、その日放送があるかどうか、水曜日以外で休みじゃないかどうかの目安として使ってみてください。あとは良ければニコ生のコミュニティ参加とツイッチのチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、今日から始まったチビロボ、大変だけどね。まあみんな可愛い。世界観が全部可愛い。雰囲気全部可愛いしね。まあ、楽しんでいきたいと思います。初見プレイでね。ということで、お疲れ様でした。最後はエンディングでーす。